お客さんが入ってきた時に最初に言う言葉なんだねまあ結構その文化的な背景があるから直訳はできないんだけどでもほら外国のお客さんって増えてるじゃないそれはどこであれレストランでもさ、mm. バーでもさ、mm. たくさんいるでしょ <laughs> だからやっぱり英語で接客できた方がいいんじゃないかと思ったし逆にほら英語勉強してる人はあのー、よく接客する時にしょっちゅう使う日本語ってあるじゃん あこれはこういうふうに言うんだっていうのは結構勉強になると思うんで今日はですね、まあ、その美容師さんがよく接客するときに使う英語あ日本語 <laughs> 接客するときに使う日本語をちょっと英語に訳してみましたんで、えー、言ってみたいと思います最初,に最初に自分が日本語を言うんでその後ロイが英語訳を言います phrases that are used in hair salons in Japan

ご案内いたします。Please <follow> me. スタイルはどのようにしましょうかシャンプーをご案内いたします。Now 首元は苦しくないですか Is your neck comfortable enough? これあのシャンプーしてるときにさ、あのちょっとこう横たわってるじゃない。 ソファーみたいなところの上にその時に聞くんだろうね,これね首元苦しくないですか、mm hmm. ね、椅子を後ろに倒します。お湯加減は大丈夫ですか Is the water temperature fine? 椅子を起こします。もう少し切りますかバックはこのような感じです。大丈夫ですか もう少し軽くしましょうか。Like、あとどのぐらい切りましょうか。Like、本日の会計は5000円です。5, ありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。ということなんですけど、結構、 Do you want to って言うじゃない何したいって want だけど Would you like って言うよねよくこれやっぱり Do you want to より Would you like の方が丁寧なの Sounds polite? Yes it's more polite Would you, could you It's more polite <あ> <Okay. S 1> Can you よりもくじゅとか right, right. Will you よりも would you とか <Yeah. S 1> なるほどねちょっと助動詞を過去形にするみたいな <laughs> なるほどねまあ敬語は大事だよねあのお客さん案内したりさ

まあそんなわけでじゃあえ今日このついでに Do you want to よりも Would you like の方がいいということを学んでいただけましたでしょうかうんじゃあ今日はどうも皆さんありがとうございました。Right. Thank much you very much.